はい、えー、どうも、えー、テレアさんニュースの、えー、記事ですね、えー、核兵器使用は国家存亡の危機のみロシア外相が核使用の基準に言及、えー、記事を読み上げますウクライナ侵攻をめぐりロシアが核兵器を使用する懸念が高まる中ロシアのラブロフ外相は国家存亡の危機のみに核使用を想定すると発言しましたラブロフ外相は11日 ロシア国営テレビのインタビューで核兵器の使用についてプーチン大統領が繰り返し述べているように国家の存立を脅かす直接的な核攻撃などを防ぐ報復措置のみを想定していると表明しましたその上で西側,西側諸国がロシアの核兵器に関する憶測を広めているとしてアメリカとその同盟国に責任を自覚するようにと批判しました さらに西側諸国との協議に前向きだが、まだ真剣な提案を受けていないと主張しました。プーチン大統領は、領土が脅かされればあらゆる手段を取ると核兵器の使用を辞さない構えを示しています。えー、記事は以上です。えー、記事の前半と後半がなんか噛み合ってないですね。どうにもね。うんえー、国家存亡の危機の身にっていうのもね、えー 国家亡の危機の,のみに使うのかあるいは領土を脅かされれば使うのかっていうのがねどうもはっきりしないですねまあはっきりしたらダメなんですけどあの、うん、まあ瀬戸際外交なのかなっていうさすがねあの、うん、まあね <laughs>、うんで 他の国が、えー、国家存亡の危機だって判断したら使ってもいいってことかなっていう,う、ねうんうんえー、西側諸国との協議に前向きだがまだ真剣な提案を受けていないというのはロシアにとって都合のいい提案を受けていないっていうふうなことだなあっていう、ね いいいよなあっていうあの自,分は自分たちはあのこういったねあの核兵器を持っているから国境を越えてあの、まあ、極端な話がモスクワには攻撃がないでしょっていうそういうのを踏んであの、ね、であの自分たちの国民を送り込んで,でそこの国のロシア人が多いからそこはもうロシアの領土で良くないっていう感じでしょ。うん まあ、中国も同じようなことやってるんですけども <laughs> まあ卑怯者と言わざるを得ないですね,、うん、ね。まあひき、ね、者とひき、まあ、卑怯者は外交上では褒め言葉って言,われ言うのもあるらしいし騙される方が悪いって言葉もあるんでねそこら辺は何とも言えないですけども、うん、改めて言いますけどもつくづくロシアは卑怯だなってそういうふうに思いました。えー、今回は以上です。